東郷義太郎、東郷義太郎から1942年10月26日は、日本海軍の軍人。最終階級は、海軍中将。東郷茂弘の次男、東郷茂友家祖とする東郷氏八代目当主。東郷平八郎元帥の老いにあたる。薩摩藩士、東郷民の息子として生まれる。1886年12月、海軍兵学校を卒業し、 1888年11月に海軍少尉任官。日清戦争では大島分隊長として出征した。その後、松島法術長、富士法術長、初瀬海港委員、三沢公艦長、後続副部官などを歴任。日露戦争時は朝日副長として日本海海戦などに参戦。高尾艦長、泉艦長、三島艦長、 笠木艦長、横須賀海軍交渉検査官、台湾総督府海軍参謀長などを経て、1912年12月、海軍少将に進級。海軍法術学校長、第一戦隊司令官を歴任。日独戦争では、臨時南洋軍逃亡日隊司令官として出征した。1916年12月、海軍中将となった。 新海洋工部司令官権臨時建築部支部長、海軍召官会議議員を務め、1919年12月に退命。1920年8月、予備役、1926年12月、交尾役を経て、1931年12月に退役した。1922年、鹿児島第一中学において、幕末期に日本沿岸に来校した。 異国船を論じた際、資料として、名古屋左玄太の日記、県分雑地録の安静5年の孔に描かれた、奄美大島古宿村沖に現れた、アメリカ戦のスケッチを提示する。同席していた教諭で、生物学者の永井亀彦は、その絵が著者不明だった、南東雑話の作風との告示に気がつき、南東雑話の著者は、名古屋左玄太だと確信したというエピソードがある。 東郷家と海江岳は、見重結婚でつながっている。有村二左門健全の次女、聖は、東郷実則と結婚。聖の中立ちで、東郷平八郎は、海江田信義の長女、鉄と結婚。さらに、東郷義太郎は、海江田信義の次女、海江田春と結婚。ありがとうございます。